なんだこりゃ、なんで木の上にいるんだ。ローラ、違う、どうやって降りるんだよ。降りられた、ここは一体。そうだ、服はどこだ。勘弁してくれ。よし、ローラはどこだ。さあ、多分今回最終回でしょうか。この格好のマックス、ジャムホテルに行きゃよかったな。ねえ、これ安全マッチ、ハービンジャーモーテル。この点火もね、パンツを残して点火する。これちょっとぬるいな。ぬるいよね。そこは全裸じゃない。こっからそこかな。この格好、これどう見ても不審者だろう。と、白狼ね。白狼いたっけ？ダイアンは見ていたっぽい。白狼ね。ただ、多分いなくない？と、キャップかな？戻ってきたはずだけど。なんでこれをかぶるんだ。かぶってどうするんだ。で、この2択は、これ大事くさくない？とどまるか泳ぐ。これは、泳ぐかな。よし。一体どんなオチが待ってるのやら。ここにいれば大丈夫だよな。
お約束だ。降ったり止んだり、ついてるかも。どうしてさ。水が苦手なんでしょ。分かってないな。じゃあ朝まで湖で泳いでたらいいんじゃない。凍えて死んじゃうでしょ。いやもう大丈夫だって。夜明けは遠いわ。ここにいるのはバレてるからすぐにやってくるでしょうね。やれやれだ。さあ見張りやすい場所へ。ほら。これはゴミです。見張りはそうね、この上かな。しかしマックスまた噛まれた。こっちに。ここってのほらボビーのとこだ。そっから出てきたボビーね。とこれがある。こっちはここら辺は来てない多分。あ、さらにここから上ね。ドングタグ。あのでかいやつの名前みたいね。ハケットさんの兄弟なんだ。え？あなたたちが無線小屋に行った時に来たでかいやつ、ハケットさんの兄弟なんでしょ。ああ、捨てるな。持ってけよ。で、この古びたドングタグ、これね、兵士が死んだ時とかに片っぽだけ持っていきます。で、片っぽだけ残すっていう形かな。これね。いやしかし喉の肉離れね、本当にかなり良くなってきた。2ヶ月ぐらいかな、肉離れ。びっくりしたね。これはレシートかな。うわ、本当にギリギリの経営状態だったんだ。で、これは保護者への手紙。キャンプ参加者の保護者たちからロッジを改築する費用の寄付を募っていた。経営なんかと見せかけた別の理由。こっち、こっちんとそっちのね、そこのボビルト、これも気になる。これ順路かな。そっち、これね。ただ何言ったっけ、いつ頃のなんだろう。これは先祖の肖像画、だいぶ昔っぽいね。ずっと昔のさ。自分の絵を飾ってもナルシストだとか思われなかったくらい昔のだよ。あ、私も自分の絵を飾ろうかな。で、この2択探索。他も見ないと。そっちの、これは、これは何いたっけ。ここもこれ広いな。こっちはここら辺ない。これで上でつながってる多分。と教室ね。かわいそうに、マスコットなのにキャンプが始まる前に死んじゃうなんて。で、このホワイトボードの落書き。キャンプのマスコットイアン、羊ね。シロ、幸運だったかも。マスコットがいるの？いた、ね。知らないの？な、何を？キャンプの前に死んだの。ああ、あ、そう。
羊と狼知らないのっつって、別にそこでマウント取る必要なくない？んーで、ここね、屋根裏かな。これは、あ、拡声器。ハケットさんがよく使ってたやつだ。壊すなよ、由緒ある品だぞ。最初から壊れてたのよ。ああ、安らかに眠れ。これは使えない。ゴミだね。とソファー。違う。指輪かな？これどこで見たんだっけ？これは黒煙のジュエリー。で、これってのは男、ボビーのもの。何それ？指輪、紋章入りの。うわ、怪しいね。呪いの指輪かも。ごめん。これ？これは？これ何？監視カメラね。何か探してたの？ああ、確かにね。ハケットさんが撮ってたよ。隠し部屋があってさ、多分そうだよ。で、これは証拠。監視カメラの映像。内容は6年前のもの。で、証拠の最後かな。これぐらいかな。と、そっちのそこらの対岸ね、あそこ、あれ別であんのか。くっそ。ここから行く。カットします。早く行って。こっちのこれね、これどうかな。あ、タロットで、これ女教皇、ザ・ハイプリンスです。で、さらに、このテキストってのも大事ね。6年前、エライザは、授業参加層を率いてこの地にやってきて、火災によって死亡した。それ以来彼女は、ハゲット機に復讐するため、幽霊となって採石場周辺の森を彷徨い続けている。これってのは真相かな？人狼プラス幽霊。人狼プラス幽霊か。すごいな。豪華セット。これで、これで終わり。よし。で、こっから、肖像が。さて、最終決戦。やろうか、ケイトリン。頼む。暮れて明ける夏の日々、傷ついても強くなる、僕ら導きて永遠の仲間、歌おう僕ら、ハケットの子。まだ覚えてなかったの？勝負よ、化け物。
オーケー、エマ。ちょっと落ち着いて。きっと大丈夫。まずは深呼吸。何？何？これな、なんで撃たない？待つか逃げる。この待つ怖えな。待つ怖い。退却。退却です。ケイトリン、ダメ。ダメだったら。無理か。ごめん。待って。そうだ。銀の玉。ほら、ケイトリン、こっちよ。こっち。聞こえないよね。そこの地下室、地下室ハニトマのどっち？窓かな。しまった。これ銃使えよ、マジで一発ぐらい。頼むよ。なんで使わないの？殺さずの誓いなの？ゆったりしてんだ、お前。隠れるか逃げる。こっち。ずっとここぐるぐるじゃない。ケイトリン、こっち。いや、これは銀銃弾。調べる。銀の玉よ。ねえ、私は。よし、これで撃つと。待って、よし。ざまみろ。思い知ったか。やった？やったわよ。
で、探求人が避難。これは探求人。6年前に何があったの？で、6年前何があったの？火事があって大勢の人が犠牲になったんだよな。そして今、人狼と亡霊が森をさまよい、亡霊の方は行方知らずになった幼い我が子を探してる。そうか、それがサイラスなんだな。くそ。長い話だ。短いじゃない。火事があって犬の子サイラスが逃亡、家族を噛まれたけどなすすべなし。おい、過去の出来事は関係ない。いや、関係あるでしょ。せめて何と戦うかは分かってないと。相手は人狼と化した凶暴な少年だ。この6年間、満月の度に手を尽くして探してきたが、尻尾をつかむことはできなかった。文字通りな。そいつがついに姿を現した。おそらくこの機会を逃したらチャンスは二度とないだろう。で、そいつの居場所は？闇雲に走ってったって見つけられないと思うんだけど。え、これってこと？おい、お前気絶してんじゃねえよトラビス。お前マジでこれハンドルだな。こいつ本当役に立たねえ。大丈夫、大丈夫、大丈夫だ、伏せてよ。大丈夫じゃねえよ。サイドブレーキ。あいつはどこ？消えるはずない。近くにいるはずだ。探そう。正気なの？着いたのか？大丈夫？ああ、さっきよりはな。こっちだ。血痕がある。向こうだ。ここで何があったんだ？2ヶ月前、道路を外れた場所。私を撃つべきか迷ってるんだろう。ああ、いいと、撃てばいい。何？いつもなら人狼の血で匂いを消すんだが、危険だぞ。命がけだが、終わらせるか。決意、やろう。やるしかないでしょう。やろうぜ。